はい、ありがとうございました。弁天釈迦古墳でございました。千原大塚古墳にちょっと寄ってみましょうかね。北へ 300m ぐらいですからね。はい、ちょっと行きましょう。ここ車で来れたんだな。出ねえとそっち。遠いね、300m。 今日は次から下ってきたんですけどね、次から15、6km しないかね。ほとんど下りで、ちょっと道が狭いからね、利用するのが大変でございますけど、そうしましたらね、あれ、あこ曲がれるのかな、違うな。ああ、着きました、着きました。千原大墓古墳でございます。ここに看板がありましたら。これは前方後円墳。前方後円墳というよりも、やっぱりホタテ貝型かな。ちょっと下がね、古墳の方が高さがないんでね。そう思いますが、どうだろうね。なんて書いてある？ホタテ貝型って書いてありました。はい。ホタテ貝型でございましたか。ちょっと見上がってみましょうか。いやー、これどうか。どうなんでしょうかね。上がれますか。ここに出ますってあんねんけど。はい、ここに出ますっていただいてね。ありがとうございます。回ることできんやろうけどね。これ焼かれるかね。よしよし。上がれませんか。もう一段上やけど、上がると間違いないな。反対やったな、これ。ここから上がりましょうか。ちょっとビビるのが上がってるんだけどね。奈良はもうとにかくね、蛇多いから嫌ないや。あら、上は買ってはらへんから、こんな状況です。バッタやカエルや飛び回ってる。よしよしよし。こちらの方が前方部でございます。ホタテ型だそうです。ずっとね、一応買ってくれてあるけど。あら、目の前に箸墓古墳でございます。日本最古の前方後円墳と言われてますけどね。あれはね、なかなか横池があって、横は住宅地でね、なかなか回れなかったんでね。いやー、こんなとこやったのすごいね。ここにね、あと見えんか、わからへんな。この付近は古墳いっぱいあったけどね、ちょうど見えんな、これが。でこれが耳なし山で、横がうねり山、二条山はどこや。二条山見えんがね。こうか、二条山は。二条山、ああ、うそ、見にくいね。二条山で桂木山、桂木山、金剛山、こんな力士山です。ずーっとね、東に降ると、はい、これが三輪山。
三輪さんは上がってもね、撮影禁止なんで、いっぺん上がろうか思ったんだけどね、撮影禁止言われて、上がってないんだけど。2時間ぐらいかかるって言うとね、上が上がるのに。はい、そういうことでございました。ここから行けるの。ちゃんと買ってくれてない、ここ行けるな、ここで行けるね。1段、2段、3段、4段なんだけどね。4世紀ますやけど、何段？ 1 段、2段、3段、4段。何段書いてないかね。集合もあったんかね、これすごいね。はい、ありがとうございました。